平成28年10月1日、戸田市は市制施行50周年を迎えました。昭和41年10月1日に戸田市が誕生してから50年。当時の市役所はこちらの場所ではありませんでした。昭和40年代前半の市役所周辺は田畑も多く、現在の様子からは想像もつかないほどのどかな街並みでした。そこで今回は戸田市市制施行50周年を記念し、いくつかの市内の場所を訪ねて半世紀前の戸田と現在の戸田を比べてみたいと思います。50年前の戸田市にあって現存するものといえば、三代目戸田橋の親柱が思い浮かびました。50年前の戸田は鉄橋戸田橋が現役だったんですよね。何ですか？あ、この場所を探せということ？洪水の時の写真？あ、奥に鉄橋戸田橋がある。簡単簡単、行ってみましょう。戸田橋があって坂を下った右側に商店、この辺りかな。今は写真にあるタバコ屋さんはないけど、多分この場所じゃないかな。次はここね、埼玉銀行。あ、奥にまた鉄橋戸田橋。埼玉銀行の向かいはガソリンスタンドね。ずいぶん高いところから撮影した写真ですよね。当時はマンションもなかっただろうし、消防署は前からあったのかしら。あ、あそこに写真館がある、聞いてみよう。すみません、こちらのお店は50年前もありましたか？ありましたよ。何かこちらの写真の場所を探しているんですけど。前の戸田消防署の上から撮った写真ですね。これは埼玉銀行、今の埼玉りそな銀行ですね。これは。なるほど、そうなんですね。ありがとうございます。本橋さん、はい、この場所分かりますか？あ、これは簡単ですね、昔の戸田町役場ですね。できたら一緒に行きますか？よろしくお願いします。はい。あの、本橋さんは今おいくつなんですか？73です。そうなんですか。じゃあ50年前は、あ、これはアイパルですね。そうですね、こちらにはですね、昔は戸田市役所があったんですよ。この辺は比較的商店街が多くて、でも50年前と街並みはほとんど面影ありますね。はい、次ですね。目印がないですね。そうですね、池田さん、写真の右上に宮本尊者八幡神社前景と書いてありますよね。うん、今の美女木八幡社のことですね。ああ、そうなんですね。周り全部田んぼだったんですね。そうですね。ちょっと行ってみます。どうぞ。本橋さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。現在の美女木八幡社の周りは住宅が立ち並び、この写真当時の風景とは全く違っています。鳥居と田んぼ道、どこなんだろう。
何かどうかしたんですか？この写真の場所を探しているんですけど、もう周りが住宅になっていてどこかわからないんですよ。あ、この鳥居ですか？この鳥居はですね、もう、移築されて神社の脇の横の方に移築してあるんです。行ってみますか？あ、お願いします。どうぞ、はい、ちょっと気をつけてください、はい、お願いします。萩原さんはこんなお召し物ですけど何をされてるんですか？一応この八幡神社の氏子総代ということで、これがその鳥居ですね。そうですね、これが向こうから移築した鳥居で、次ですね。ここどこだろう。目印がない上に牛。これはですね、向こうの堤防の向こうの今の西湖道湾グリーンパークのあたりがみんな水田だったんで、そこの写真だと思いますけど。西湖道湾グリーンパークですね。この方だと思うんですけど、ね、行ってみます。あ、そうですか。ありがとうございました、はい。50年前は、そうか、西湖道湾グリーンパークはなかったんですよね。しかし牛を使って耕し、後ろでは田植えですかね。たくさんの人の手で作業を行っていたんですね。50年前の戸田と比べて、本当に現在は様変わりしていることに改めて気づきました。その中でも場所が変わらず、当時の面影を今に残している場所もありましたね。そうだ、昭和39年の東京オリンピックのボート競技会場となったボートコースは今も現役で残っていますね。来た来た、ボートコース、ここなら私にも分かります。この階段に観覧席、じゃあ早速行ってみましょう。戸田ボートコース、こちらは50年前も現在もボートを楽しむ人が集う場所として今もなお残っている戸田市の代表的な場所ですね。階段もトイレの場所も変わりません。観覧席に屋根ができて木々が生い茂りましたね。写真の遠くに見える聖火台も残っています。あ、池田さん。どちら様ですか？戸田市立郷土博物館で学芸員をしております吉田と申します。どうして待ってたんですか？それはですね、実は戸田市立郷土博物館では戸田市施工50周年を記念して、企画展ですね、写真展を開催することになりましたので、そちらのお知らせに参りました。そうだったんですね。戸田市立郷土博物館では市政施工50周年第26回企画展今昔写真帳戸田市の歩みと題しまして、戸田市施工の10月1日から11月27日まで、企画展を開催しております。こちらは戸田市のですね、市政施工の頃の写真ですとか、また文書などを展示して、皆さんに戸田市のこれまでの歩みを知っていただく展示となっております。どうか皆さん、たくさんの方にお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。市政施行から半世紀、交通の要衝として栄えてきた戸田、現在も市内東西南北を通る高速道路や JR 埼京線が開通し、ますます利便性が高い街に発展してきました。これまでの戸田、そしてこれからの戸田、私がつなぐ戸田の未来。市政施行50周年記念のキャッチコピーが示すように、これからの戸田の街は市民のみんなで時代へとつないでいくことでしょう。来月のふれあい戸田は市政施行50周年記念特集2と題し、10月1日に開催された記念式典や戸田50歳の様子をお伝えします。お楽しみに。